それにしても残念なのは星野の欠場です。ぽっかりとグリッドに穴が開いております。一番残念なのは当の星野でしょう。インタビューをどうぞ。今朝オマーのクラッシュで星野選手エントリーはできない、はい、残念ですけれども今日は、車はまあ良かったんですけどね、まあここのとこ悪い方向悪い方向行ったりしてね、まあ僕も体がまあ、ね、何もその怪我がないんでね、まあ良かったと思うし、ただ申し訳ないのはファンの方がね、高いお金を払って、見に来てくれてるんで、それ一言ね、お詫びしたいんで、インタビューもね、本当はあまり出たくないとこなんだけど、ただファンの方にね、一言とその謝りたいということで、どうもすいません。じゃあ次からまたマシンも直して、はい、またもう一度星野っていうあれを出したいですね。決勝当日、素晴らしいお天気になりました。昨日までの雨は嘘のようです。ただ気温の方が相当高くなりまして現在26度、路面温度も41度です。タイヤには相当なストレスがかかりそうです。フォーメーションラップのスタートが切られました。今日は鈴鹿の各コーナー、そしてカメラポジション順を追ってご紹介してまいりましょう。まず堤さん、この1コーナーから2コーナーにかけてですが、何かが起こるとすればここと、よく言われますね。そうですね、とにかく260キロの高速をギリギリまで保とうとするわけですからね、まあとにかくドライバーのスピード感の良さ、これが非常に大事になりますね。続いて SG テクニカルコーナーですか。そうです、ここはもうマシンのセッティングの重要性、そしてドライバーのやはりテクニックですね。立体交差をくぐりますとすぐにヘアピンへつながります。このヘアピンは相当きついようですね。きついですから、もうやはりハードブレーキングのうまさというのがキーですね。それからこの立ち上がりでは、まあ、余るエンジンパワーをいかにロスなく伝えるかということで微妙なスロットルワーク、これが大事です。ヘアピンを抜けますとさらにスプーンへとつながっていきます。この辺り連続コーナーです。このスプーンも相当勇気がいるんでしょうか。スプーンは勇気がいりますね、まあ、とにかく、まあ、ブレーキングして入るんですけども、とにかくきついきついコーナーです。しかもこの脱出はですね、うまくやらないとこの 130R でスピードが乗らないわけですから、それでなおかつ繊細なやはりコントロールが必要ですね。スプーンを抜けて 130R、 この辺りは立ち上がりからの急加速が要求されるわけです。この 130R もやはり勇気のコーナーでしょうね。ここはやはりなんてもんじゃないですね、ただただガッツガッツですね。そうですね。その130R を抜けますと試験員へ差し掛かります。安全のための減速コーナーなどとよく言われておりますが、この減速コーナーもやはり一つのテクニックが要求されるところです。そしてこの試験員を抜けますとホームスタンド前の直線、まもなく各社フォーメーションラップを終わりまして、それぞれのグリッドに着こうとしております。スタートを迎えるわけですが、堤さん、このスタートのポイントをどう見てらっしゃいますか。そうですね、今日はやはりね、中島選手がいいスタートを切ってくれればいいなと思ってるんですけどね。ポールポジションですね、はい、どうもね、ポールポジションというのはジンクスがあるみたいなんですが、まあ、そのあたりの面白さもあると思いますね。果たしてどのドライバーがいいスタートを切るか、まあ、この辺は一つ注目してみたいと思いますね。それぞれのマシーンが自分のグリッドにつきますとランプがつきます。赤ランプがつきました。青に変わってスタートです。スタートの一周を迎えようとしています。青に変わりました。スタートが切りました。アーツソンが出ました。モルが出ました。モルも左から行きました。中島が遅れましたね。遅れましたね。やはりそのジンクス通りということに今なったようなんですが、なんでもね、これで面白くなりますよ。中島がスタートを切り損ねまして、アーチソンがトップを奪いました。続いてモレノが2番手についております。中島は現在3番手ということになりました。思いがけない形でポールポジションの中島が出遅れましたが、森本がいい位置につけています。森本選手いいところにつけてますね。そして長谷川選手、はい、あ、スローが出ますね。スローでスタートを確認していただきましょう。はい、ご覧の通りですね、やはりアーチソン選手がいいスタートをしましたね。本当にね、ジャストミートですね、まあ、モレノ選手、まあ、この辺りはやはりヨーロッパの選手たち、おっと後ろの方でリースが、はい、ダート今走ってますね、はい、追い出されました、ね、まあ、迫力あるレーススタートなんですが、まあ、この辺りが F2 の魅力なんでしょうね。しかし、まあ、本当にアチソンいいスタート切りました。まずアチソンがいいスタートを切りました。そのスタートをスロービデオでご覧いただきました。11番がアチソンです。どうやら上位3台ホンダパワーという格好になりましたが、アドバンカラーが前2台、アチソンがトップに立って、モレノが何か中島を抑え込んでる格好になってますね。そういう感じですね、今ね、とにかくもう前使えてしょうがないという感じですね、はい、でもちょっとスプーンですね、はい、スプーンの出口に今からアチソンが向かいますね。
マーチソンがトップを奪って2位のモレノに中島が頭を抑えられている。中島は早く前へ出たいところでしょう。もうそう出たいですね、まあ、これだけ2角してますとね、もう邪魔で仕方がない、もうとにかくどいてくれと。あ、狙っていきますね、はい、抑えてますね。モレノは巧みにね、やや抑え込んでおっと中島選手、あ、前へ出ましたね。どうもね、抜きました。中島が2位上がりました、はい、いやこれはすごいですよ。とにかくね、中島選手はここで思い切って意味入った。しかしね、モレノ選手も譲らない、この2台並んでいきまして、おっとダートやね、ちょっと、はい、交差そうになって、まあ、コントロールしたんですけどね、はい、やはりアクセルオフしたという感じになりましたね、はい、もう1周目終わりまして、これから2周目にかかるわけですが、トップが11番のアーチソン、中島との差はまあ1秒ちょっとというところで、3位がモレノ、そしてモレノに続いてエルが4位に上がっております。さらに高橋クリミス、リースと続いていますが、ホンダパワーが上位独占という格好になりました。しかし森本が健闘しております。立派ですね、もうビエンパーでよくここまでね磨きしてます。3位争いがちょっと目を離せないような感じになっております。モレノ、エルグ、森本という順位になっているわけですが、このマシーンが森本です。立体交差をくぐりまして、まもなくヘアピンにかかろうとしております。ご覧の通りの3位争い、大激戦です。一応前にいるのはモレノ、インサイドから森本が仕掛けました。森本が仕掛けました、かわしましたか、はいはい、うまく入りましたね、かわ、ちょっと分からないですね、抜いたような感じもあるのでしょうか。あ、やっぱりエルグ抑えてますね、さすがね、やはりエルグベテランですからね、はい、そおっとその今度はハセミがインサイドから行きました、ね、はい、きれいに入りました、うまいですね、まあ、この辺がね、やはりあのベテランの味ですね。森本が上で出ようとしたところを逆にハセミにかわされてしまったという格好になりました。現在首位アーチソン中島、この差はちょっと詰まっています。激しい3位争い、はい、このトップ争い11番がアチソン、その後ろにも中島がぴったりついてますね、ついてますね、完全に射程圏捉えましたね、入ってますね、はい、ストレートです。さあこれからは例のね、中島選手特急の第1コーナーの上からね、ズバッとさあ始まりますよ、狙いましたね、ちょっと足りなかった、足りなかった、はい、ちょっと足りないですね。ここは辛くもアチソンが抑えたという格好になりました、はい、しかしこれだけ追われるとアチソンも辛いでしょう。いやもう辛いですね、もうこれだけやはりあの逃げ切れるかなと思うところにピタッとね、まあ、中島選手だけがついてるわけですから、おっと、いやかなりねこれね、やはり熱くなってますね。